長野盆地。長野盆地は、長野県長野市を中心とした盆地。古くから、善光寺平と呼ばれ、県下、信濃の国に謳われる、四つの平の一つである。範囲は、必ずしも明確ではないが、南から、千曲市、長野市、須坂市、小布施町、高山村、飯綱町、中野市にかけて広がる千曲川の流域一帯のことと、する解釈が、一般的である。 この地域の河川敷から、戦場地にかけては、リンゴや、桃、河川敷の砂地地域は、長芋の産地としても知られる。南縁の千曲市の傾斜地、二2 5ヘクタールは、おばスての棚田として有名。稲、水筒の田植え敷は、盆地周囲の山間地では5月上旬頃で、盆地底部の遅いところでは6月中旬から6月末に行われる。講義には、 飯山盆地を含めた北進地方、北安住地域を含まないの中央部の盆地全体を指すこともあるが、通常は高い富士とも呼ばれる高谷城山、中野市、木島平村を境に北を飯山盆地と仕分け、高谷城山以南を長野盆地とする。しかし、飯山盆地もその構造や成因は高谷城山以南の長野盆地と共通した性格を持つ。 南部の千曲川上流側の境界は明確ではないが、選挙区市奥大付近より上流の協作部位北を指すのが妥当と思われる。長野盆地は、フォッサマグナと呼ばれる地高体の一部を占める定地の一つで、新生代第四期になって形作られたものである。盆地底は、千曲川とこれに合流する、各河川によってもたらされた新しい時代、堆積物によって埋積されている。 盆地を南から北へ貫流する線曲がり川自体には、扇状地の発達が見られないが、これに合流する西川や裾花川、ど川、松川、米瀬川などの河川が扇状地を発達させている。千曲川はこれらの扇状地の末端を縫うように、盆地底を流路を変えながら、曲流し、新旧の流路に沿って、自然堤防と後輩湿地が分布する。 盆地の東西は隣接する山地と非常に明瞭な境界を持って接するが、東側と西側とではその様相を大きくことにする。東側では盆地底を海水面に見立てると、あたかもリアス式海岸の岬と入江のように根筋と谷が入り組み、入江に当たる谷の出口に前述のように隠し線による扇状地が発達する。南東では坂城町から地区市と倉。 旧徳良町にかけての境愛部、地名、岩花、半杉を経て、上流の上田盆地に続く。盆地の西側に広がる水内丘陵、西川丘陵は、地滑りの活動的な産地であり、前行寺地震の際には、各所で地滑りや崩壊を生じた。近年でも1985年に、長野市上松の地月山で発生した地滑りが、大きな被害を出しており、 長野市篠の井岡田の茶臼山では明治以来、継続して活動が続いている。裾花業海岸は、陸上での火砕流堆積物によってできたことが、確認されている。盆地西側の山地の流起と千曲川と流入する、消火船の双方による侵食と堆積により、形成され、堆積物は、非常に厚く1988年長野市、ゴン町で行われた、 温泉掘削に伴う地下の洗浄地堆積物層の厚み調査で765メートルまで掘削したが、盆地底まで到達していない。これは他の地域とも比べ非常に深い。しかし、ここの地表からマグマに達するまでの近くの厚さはわずか5キロメートルという人がいる。世界で最も厚所では約600キロメートル、平均で約60キロメートルと言われる。 全校自治の周期は、ボーリング調査などにより千年に一度とされているので、盆地西側の地盤は、全校自治の際に2メートル程度隆起した。1年あたりの変動量は、2000ミリメートル千年で2ミリメートルで、ある。地下の移行として、約4000年前の縄文土器が、長野市街地では6メートルの地下から、盆地南部の地熊市は4メートル地下から出土している。このことから、 長野盆地での年間埋め立て量は4000ミリメ、mm、ートル4000年で1ミリメートル年間の速さで進行していることになる。この流気と埋め立て量の差から1ミリメートル年間の速度で相対的に西山地区が流気している現在の長野盆地と西山地区との高低差は300メートル前後であるから長野盆地の発生は30万ミリメートル1ミリメートル年間。 つまり、三十万年、三十万年ということになる。産地側も、流気量と比例し、風化などで削られるため、実際の開始時期はもっと早い時期であったと、考えられる。西側流域及び、小田切歯医者の裾花業界岩層の一部からは、商業生産できる量ではないが、原油、天然ガス、アタンが産出する。日本の近代的石油工業発祥の地で、 かつて、1871年頃より、太平洋戦争直後帝国石油などが、ガスの採掘を行っていた。この岩油層は現在でも採掘されている、新潟県、秋田県沖の日本海の油性ともつながっている。長野盆地付近から品野川に沿って、新潟県に伸びる、活断層帯の品野川断層帯、長野盆地青円断層がある。盆地の西側では、 戸狩から飯山、以上、飯山市、豊野、吉田、城山、善光寺、妻鹿長野県庁付近、青森、篠野井、以上、長野市と続く直線的な旧街によって区切られる。この旧街は、盆地声園に連続する活断層の集合体であり、断層は、北西側が隆起、南東側が沈降を続け、選挙区側が東側に追いやられている。長野市の中心市街地は、 すそばな川と、市街地北川の大峰山西川から流れ出す湯、福川、大峰山北東川から流れ出す浅川の作る、戦場地上に展開するが、この活断層群の存在によって、断球状の地形を成し入る。1847年、高下4年に発生し、全港寺平一帯に大きな被害をもたらした、全港寺地,地震は、この長野盆地生演断層、 小松原断層を震源として起きた地震であり、地震による断層の変異が篠ノ井から飯山までの5 0トルに渡ってみられたと言われる。活断層の活動は東側で新しく、中野市西部で千曲川の右岸に高級丘陵と長岡丘陵を形成して、千曲川の河国と長野盆地とを分けている。すなわち、ここでは千曲川の流路がほぼ現在の位置に固定した後、 活断層の動きの蓄積によって、高岡、長岡の両丘陵が隆起した結果、千曲川が長野盆地を外れて、わざわざ丘陵西側の峡谷を選んで出ているように見えるのである。高岡丘陵南側の遠徳定地、中野市は、活断層の鎮降側にあたり、千曲川本流の狭作部への入り口となっている。 ことと、北東側を、読ませ川線上地に遮られるために排水額、古来水害上周知となっている。出展、気象庁精密地震観測室資料及び、理科年表による、前身、余震は除外。震源域の地名は、現在のもの。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。